面。私も言い訳メビー好き。そう、前編の時も私ダンスで当たったのでちょっとこれにかけてたんですよ。だからね、めっちゃ真剣で見てたの。こうやってかなりんありがとう。レミタンってレミーっていうニックネームじゃないですか。だからレミーって呼んでみようかなって思ったんですけど、意外と呼び捨て感があるんですよね。レミーって、レミーって、呼び捨てファンタジーエリちゃんが言ってた、呼び捨てファンタジー、ありがとう。かわいい。わあ、いいなー。これ握手会？握手会したーい。もうね、このせいやさんがファンの方の役をやってたんですけど、なんか個性が強すぎてめっちゃ、もうなんか私のファンの皆さんも優しいし面白いしね、可愛いしかっこいいし、みんな優しいし、優しいしね、いっぱいいるけど、こんな個性的な人いると思って恐怖だよ、恐怖。怖いよね。こんな方いる。私映ってる。でも、毎回めっちゃ面白いですね、このコントが見れるっていう。ガチで弾いてるな。もうソララとホテちゃんがめっちゃ弾いてましたね今。全部可愛いけど。写真はダメですね。ダメです。お兄さんや。ホテちゃん、ホテちゃん食べたい。久しぶりに AKB の子フォローしました。ありがとう。ただいま同時視聴配信、同時視聴配信。もう私とホテちゃんの手の位置が一緒、ずっとこれやってる。なんかこういうワンちゃんいるよね。
もう私この時にせいわさんの足元にしか目がいかなくて、すっごい黄色なんですよめっちゃ黄色で、めっちゃずっと見てました。聞いてる。四番さんめっちゃ面白かったです。ファンのみんなこんなことやっちゃダメだよ。ダメです。NG です。もうそろそろかな、予想発表。緊張、まあもう緊張してきたよ。まあ分かったよ CM になっちゃった。みんなどうだった？あいちゃんの領収書ありますか私レシートなんかすぐね溜まっていくのが好きじゃなくて捨てちゃうんですよね。だからないの。あいちゃん小さい。なんかね、いつも言われるの、実際に会ったらすごいちっちゃいんだねって言われる。意外とちっちゃいのかも。じゃん。お、予想がこれね、大森真帆さん、まほぴょんさんと一緒でちょっと自信がね湧いたんですよ。ここでコメです、ありがとう。褒めてる、褒めてくれてるかもしれない。もしかして身長何センチなの。私150多分ね、45くらいです。そう、みずみんのね意見をちょっと尊重してみました。でも絶対4人いるはずなんですよ。4人いると思ってて、あと1人誰にしようって迷ってたら時間が来ちゃったんですね。だから私は3人結果的には本物にさせていただいたんですけど、惜しかったー。すごい見やす、こんなすごっ。なんか本物偽物の一人ずつこうやってちゃんとやってくれてました。あ、コマーシャルですコマーシャルです。よく当てた方よ。でもパーフェクト目指したかった。
編集にも手が込んでるね。確かになんかすごいね。お、時差あるかな、もしかして。ごめんね、大丈夫？今日も私服に合ってる、ありがとう。後でちゃんと見せるね。ちょっと戻してみました結果発表のところ、おお出る、お、おー、いやー惜しかった。いや惜しかった、もう本当に惜しかった。美味しかった、あと一人だった。そう、これ中谷さんは分かって、お名前も分かって、2番さんと4番さんはあれです、お酒で分かりました、お酒の話で。でもなんか6番さんがなんかお若すぎて年齢にびっくりしました。キャー、やばい。かわいい。この役者さんたちが本当にうますぎてダメです。かわいい、みじみんが。もう一生ずっとあれです、もうコッコは喋らなかったらコッコタイムになるので安心して見れます助けてくださってるごめんねそう、私も隣でね助けを求められてね、私もこう助けてあげようと思ったんですけど、あの先輩の手前はちょっとな、どうしたらいいかわからなくてでもよかったです。来週口パクシンガーです。また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 ですね。またありがとうございました。来週の口パクシンガー楽しみ。終わりました、ありがとうみんな。来週も出させていただくので、ぜひ見てください。